き続き、今キラのグループプロジェクトです。本日3回目通算8回目となります。同じく42カードの、ランダムヒットになります。あ、三日月さんもね、はい、ちょっと早くやらないとまた帰りがね遅くなっちゃうと、ちょっとね、まあ関東の方はちょっと緊急事態宣言ですよね。はい、なので、はい、早くやります。はい、じゃあサイコロ2つって足した合計ランダムアイズですね。1と1の2は振り直しいきます。はいはい、2と3で5回ちょっと待ってくださいね。うまいのですから。でリフレッシュして貼り付けます。いいですね。はい、じゃあ5回です。1 2 3 4で次5回目ね。せーのポチ5と、ね、2,3 のね 2,3 で5だよね。はい、トップが黒黒さん、ボトムが黒黒さんね、黒黒さんと。で拡大します。で寄せますね。はい、これでいいかな。3,4,5,6,7。はい、じゃあ開けてきます。あ、マスターもね、はい、まあ車なんでね、ゆっくり帰りはいつもね帰ってます。もう結局3月中旬ぐらいから去年のね、ずっと車で通勤してます。おかげさまで体調はかなりいいです。はい。まあ相当ね、体調に関しては自分でこう、まあスポーツ選手とかはね汗かいたりするんでね、大変でしょうけど管理が。よいしょ。よっぽど無茶しなければ、またね、体調の免疫を下げなければ。はい、自分から風邪をひくっていうのはまああんまり少ないですからね。よいしょ。はい、じゃあね、また小箱取り出して、これが今日3回目だから、あともう1回やらないといけないですね。今日はあともう1回の次ですね、1296までとなります。今日も発送が、100個ぐらいしか梱包できなかったので、時間的に。でも1個ラベル印刷してね、梱包してを3分ぐらいと考えても1時間で20個ぐらいしかできないですからね。ワンオペだからこの価格でできてるんで、そこちょっとあのね、分かってる方は分かってますけど、はい、なのでちょっと発送が遅れる場合はね、ちょっとあの申し訳ないです。よいしょ。なるべく早く頑張ってますんで。結構あの最近皆さんご注文時にあの、コメントのところにいろいろ書いてくるね。ちゃんとあの皆様の温かいメッセージ読んでますんで。I don't know。 あえてマイカスタマー、でも出さないよね。まあ個人情報になっちゃうんで、あのさっきメールしたんですけどね、クーさんに、あのトレードっていうかね、販売してくれって来てるんですけど、基本的にカスタマーの情報を教えることはしないというメールはさっきしたんですけどね、見てないのかな。
ちょっと後でもう一回メールし。はい、じゃあまずはクロクロさんからね。で、一番下が Z1233。まあでも出さないよね。はい、スニークピークっすよ。せっかく参加してね、当ててますからね。あ、ちょっと待って、ローダーが足りないわ。ちょっと、あ、ここにあるんだ。ちょっと待って、ローダーを出します。はい、じゃあ上からいきますね。クロクロさんがまず青パラ、青いパラレル綺麗なんですけど文字が見えづらいですね。パブロ・ヘルナンデスさん189番でもルーキーじゃないんだ。ルーキーはランダムなんですかね。95の1番よいしょ。で次、松本さん、お、キエザだ、イタリア。あれレギュラー去年いた82の99。ドンラスとかにはいましたけどね。今切れもいたんだ。じゃね、はい、いたのかな、ちょっと分かりませんが。はい、アルダトラ50の9番。ん、これはパッチか。25シリですからね。パッチですね。コスタ渋い、かっこいいですね。いいっすね、この顎ひげが。よいしょ。はい、スペインでパッチ、オトカムさんね。あ、ん、あ、4枚目だ、ユーマさんで567だ。あ、グリーンウッドいるの。あれベースカードもある。あれベースカード見てないよ、まだ。グリーンウッドいるの、ジャージだけとか。いやでも RC ついてるからベースもいるよね。へえ、これいいんじゃないですか。杉さん99枚限定ですね。80番、万有のグリーンウッド。はい、で123456567だね。サイン2枚パターンですね。こちらナーセーさんリバウドだ。はい、99枚限定82番。あ、バルサだ。おお、リバウドのバルサ、いいっすね。うん、収まってますね。はい、で一番下、はい、ネスタさんイタリア99の25。これが Z1233ですね。リバウトとネスタさんでしたね、下がね。はい、で次34567ね。はい、 MM さん、最後が TT さん。まずはベースがアーサーさん、ブラジル99の89、41番なんだ。よいしょ。8。で次はファビーニョ、リバプ99の3番。RC マークついてですね。あ、トモリさんだ。はい、チェルシーのルーキーでジャージカード、トモリさんで、万有のマタですね、ジャージ
99-79。サイン3パターンだね。はい、ガヤさん47-75、ここがランさん、スペインプレミアムジャージオートで、またプレミアムジャージオートの、青アバーテさん9-25。で、下は何いるんだ何さん、何さん、はじあれ、そうだね、去年の今くれぶりかな。はい、50枚限定11番、モダンマークス、あ、万有なんだ。でもね、はい、で2箱目終わりました。よいしょ。で3箱目、こうですね。はい、クーガさん、最後が松本さん、ポルキダ、あ、ザニョーロ、はい、99-69、いいですね。まあ昨日ちょっとなんか怪我中という来ましたが、まあでもね、深選手は怪我結構しますもんね。戻ってきてくれてですね、素質はかなり高い聞いてますから。はい、クーガさん、はい、これが15、で次ですね、ザニョールでかくて強くてスピードもあってっていうね、そういうタイプなんでしょ。で次が Z さん、ヘンダーソン99-28、リバプール。で次はパルド49-50。はい、でパッチですね、ラーム10シリですね、6番、バイエル、これ4枚目、レオさん、バイエル1、2、4枚目ね。で5枚目です。5枚目、黒さん松本さん、はい、フィリップメロ、面白い、あ、セレブレーションだ、この位置で出るんだ。おーおー、いいっすね。ゴール決めて、あのファンの人たちにね、どうよ、聞いてるね、そんな感じ、セレブレーションシグネチャーですね、ゆうべ、かっこいいですね、いいです。はい、人気のインサートセットですから、サインのね、まあちょっとユニークというかね、ガッツポーズとかそういうゴール決めた後のセレブレーションの写真を使ってるっていうのがコンセプト。で、よいしょ、こちらも黒さん、スナイデルのジャージオートですね。昨日も1回見たかな、ちょっとシリアルは何シリのやつか忘れましたが、50枚限定5番、はい、スペリオールジャージオートってやつだと思います。スペリオールシグネチャーなのかな、 SS だな。はい、まあとりあえずね、黒さんで、デュアルが松本さん。おお、いいじゃないですか、イタリアのデュアルオートで。はい、コンテさんとマルディーニ、はい、35枚限定の13番。マルディーニさんはもうね、どのブランドでも当たり枠ですから、いいですね。マルディーニ今回初めてですね、あの出たのがね、出現がね。はい、
おめでとうございます、松本さん。よいしょ。ねえ、いいっすね、イタリア。2、3、4、5、6、7ですね。はい、でいきます。ウエストウッド99枚限定ですね。ルーキーじゃないですね。でもこれ3回目だよね。そっか、メッシクリロナなのか。ああいいのだ、いいね、いいね、ね。でこれ3回目が何かなって感じだよね、今日ね。でもその2人がやっぱ出やすいよね。たまたまなのかな、ちょっと分かりませんけど。はい、22番からね、リードストロームさんで、カタカナの黒さん、ルーキーです。アルビオン99の81。はい、彼でも94年生まれなんだ。トロッサードってな、レオナード・トロッサード。リーンドロ、リーンドロっていうの。へえ、はい。いや、これロナージーニョと一緒、まね、遠目から見たらロナージーニョのジャージと思うんですけど、あのエトゥーさんです。店長よく分かってないんで、はい、ロナージーニョって一緒思うんですけど、エトゥーさんでしたね、昨日ね。はい、99の92、これ3枚目。で、フェルメーレ、バルサ、はい、1、2、3、4、5ですね、5。はい、パッチの10シリ、あ、ハメスいるんだ。サインはない。10枚限定の3番です。ハメス、そういえばサイン見ないですね。いるのかな。とりあえずパッチですね。はい、ここが1、2、3、4、三日月さんね、ハメスのパッチで、テマさん、テマさんの MM さん、はい、ザンブロッタの25シリ3番、イタリア。はい、で下デュアルです、またよいしょ。おー、いいな、店長好きだな、この組み合わせ。いいですね。はい、ミューラーとね、エジルさん、35枚限定の28番、 MM さん、ドイツのデュアルです。エジルさんいいっすね、うん、はいね、よいしょ。デュアルがね、これがこの前の箱で、で今回の箱ですからね、よいしょ。はい、で5箱目、1、2、3、4、5、6、7ですね。1、2、3、4、5、6、7あります。はい、5箱目です。松本さんで Z さん、なんか持ってるな、多いですね、なんかね。はい、一番上ルーキーです、マキシミンっていうの、うーん、10シリです、ゴールド。かっこいいね、名前ね、マキシム。ルーキーなんだね。ゴールドです、松本さん。あ、ちょっとまたローダーがなくなったんで。はい、10シリ2番。10番つけてんの？へぇ、97年生まれで10番つけてんの？結構期待？はい。で次はゴールキーパーのルーキーですね。あ、万有のだね、ヘンダーソン、99枚限定17番、ここポンスケさんで。ちょっと待ってください、ローダーを補充します。
はい、これ3枚目です。三日月さん。ね。マルコス・ロホ。っていうの？万有。万有多いですね。はい。で、ジャージはシグルトソンだ。おお、いるんだ。99枚限定3番。昨日ラファーティさんとかもいたけどね。シグルトソン。ね、いますね。で、シューズだ。5枚目。Z さん。Z123 さんですね。ちょっと待って、シューズなんで。よいしょ。よいしょ。はい。25枚限定の16番。いいですね。表？表面のとこ？はい。コンパネ君。で、ここが南西さんで、その下が、ブックです。南西さんがスティーブン・デイビスのオートジャージ。99枚限定の50番。ここマッチオンだね。マッチオンのが多いのかなっていう気はしますけどね。はい。よいしょ。ちょっとマーク見えちゃってるね。はい。おっ、プリシッチか、パッチオートだ。おお、チェルシーになってる、ちゃんと。これは、引き合いすごいんじゃないですか、今ね。はい、オンカードでなってます。はい。こちら、Z1233。99枚限定44番。チェルシーのプリシッチね。はい。これは一旦袋に入れておきます。はい、で最後6箱目、三日月さんで、最後が黒黒さん。このケースもね、デュアルもね、下にいいのがありましてね、まあまあいいですね。はい、まずルーキーですね、バーネスさんで99の9番、これ三日月さん。マルディーニもいたし、まあプリシッチはどうなんですかね、マルディーニの方かな。はい、まずはルーキースタートですね。三日月さん。はい。お、 Z1233 だ。ロドリゴのゴールドルーキー。これいいんじゃないですか。10枚限定の4番です。金ルーキーはいいんじゃないですかね。おお。で、3枚目、三日月さん、パッチ、アルティドーレ、11シリ、アメリカのアルティドーレ、11シリのパッチです。8の11。はい。で、次、エルシャラウィーさん。50枚限定2番。イタリア。これジャージか。はい、ラームさんのジャージ33の99。はい、で67ですね。 MM さんで最後黒さん。 MM さんがまずモントリーボのダブルジャージオートですけど、67枚、67枚20番。67枚で最後。おお、いや、店長、子供の頃見てましたよ。ドイツ好きだったんで。ルンメニゲ25枚限定の14番。これインクで通常が25ということです。なのでまあ少ない方ですよね。うん。ああ、もう店長、小学生の頃ドイツしか
知らなかったんで、バイエルンだったんだルンメリギさんって。へえ、もうあの短パン集団がすごかったです。もうね、ちょっとサッカーやってたんですけどね、みんな散れっつってもみんな集まっちゃいますよね、小学校の頃はね。はい、あのパス回しはすごかったですよね。はい、ルンメリギさん、店長も思い入れがあります。あの見てた選手がこれなんだね、ノビリティの時興奮しました。はい、ということでね、3回目も終わりました。今日の3回目ね、通算で8回目でした。はい、じゃあ、今日4回目までやりますんで、はい、次1296また掃除して1ミニッツで戻ってきます。はい、ありがとうございました。